ミッキーとミニーのラナウェイレールウェイは、ウォルトディズニーワールドリゾートに2020年3月4日にオープンし、ディズニーランドリゾートにオープン予定のライドアトラクションである。D23 エキスポ2017で、スターウォーズ、ギャラクシーズエッジ、マーベル関連などと共にディズニーチャンネルで放送中の、ミッキーマウス。というミッキーのテレビアニメをテーマとしたライド型のアトラクションになると発表された。 3D メガネなども使用しない2と1、2D と呼ばれる最新技術となるとも発表されている。なお、これはミッキーマウスをテーマにした初のライド型アトラクションでもある。ウォルトディズニーワールドリゾートでは2019年にオープン予定であったが2020年に延期された。2019年12月3日にウォルトディズニーワールド版が2020年3月4日に オープンと発表。ディズニーランドでは、トゥーンタウンに、ウォルトディズニーワールドでは、ハリウッドブールバードエリアの、ザ・グレート・ムービー・ライドの跡地に建設予定である。チャイニーズ・シアターでミッキーとミニーが、主役の短編映画、パーフェクト・ピクニックのプレミア上映に、ゲストが招待される。ミッキーとミニーがウキウキで、ナッシング・キャン、ストップ・アス・ナウを歌いながら、ピクニックの準備をするものの、 浮かれたミニーによってプルートが自動車のトランクに閉じ込められ、さらには放り出されてしまうという大事件が。それによって起きるドタバタのおかげで、ゲストはなんとスクリーンの中に入り込むことに。グーフィーの運転する機関車に繋がった客車に乗り、西部劇や火山の噴火からの脱出、カーニバル、竜巻、滝壺へのダイブなどのたくさんのハプニングが待ち受ける。 カートゥーンの世界を旅するのであった外観ハリウッドブールバードエリアのザグレートムービーライドの跡地、チャイニーズシアターを模した建物の内部に位置している。ありがとうございます。